皆さんおはようございます。今日も頑張って朝からねやっていこうかなと思います。今日はね自分のアメリカの株の評価損額益がマイナス8900円ぐらいですね。コカ・コーラもとうとう買った値段より安くなって59ドルあたりなんですよ。だから59ドルぐらいで、とりあえず3万円あるのでその3万円を入金しようということと、あとはね、11時に一箇所めんどくさいとこ行かないといけないし、一応ホンダの、機関従業員が決まったので、そっちの方に行くかなと。ただ塾の社員がまだ結果来てないのでどうなるか分かんないですね。おはようございます。こちらは杉本修一講演会です。2015年の後半ぐらいから、政治活動をねやっています。無所属で、落選中ではありますが、また来年の地方選に向けて準備していこうかなと思います。本当に無所属といっても本当の無所属ですから、組織がない選挙というのは、こんなにね違うのかなと実感がしています。で、そして投資の授業をねやるのであれば、実際に投資で結果を出しているような人物に投資の授業をねやらせるべきかなと思いますが、杉本修一講演会としては義務教育課程から、こういった金融の教育は、本当に導入した方がいいのかなと思います。それでもその子どもたちとかね、一番大切なことは、自分でやりたい仕事を自分で見つけて実現することがね一番幸せなのかなと思います。教育の仕事をやっている時は非常にやりがいがありましたし、いうこともねできますので、子どもの選択肢を増やすためにも、ファイナンシャルリテラシーはね絶対にあった方がいいのかなと思います。二元的所得税ですのでね、今のところ、いくら年収を高くしても、ほとんど公務員によってね税金で盗まれてしまいますから、本当に優秀な人間で、年収4000万以上稼ぐことができるのであれば、資産の方で、収入をゲットした方が手元に残る金額がねかなり大きいんですよね。4000万以上稼いでも 20.3% ですから、だから富裕層とか超富裕層というのは労働収入よりも資産、法律なんかあればやり方を変えるだけですからね、ただ今のやり方は厳しくなるのかなと思います。株を買うというのもその企業の応援になりますし、経済成長に、直接影響がありますから、公務員の給料を上げるための増税ですからね、非常にこういった政策は、提案をしてみたいかなと思います。あとプライベートヨットも保有していますからね、富裕層の人たちは。だから海外から直接プライベートヨットでね来れるような、浜名湖だったらそういった施設もね簡単に作れると思いますので、富裕層とかあとはインバウンド需要とかをこう呼び込むことができるような選挙に対して、日本の成長率は、4% か、5% の間ということなので、かなり、差が開いていると思います。アメリカの経済の強さの理由としては、イノベーションを起こすことができるようなそういった新しい産業が、結構誕生しているんですよね。ガーファとかマイクロソフトとかネットフリックスとかで、中国もバットとかね、そういった日本の場合は人口もどんどん減っていますし、グローバル企業があまり誕生していませんからね、日本の経済をこう成長させるためにも、日本人の平均賃金を上げるためにも、新しい産業をこう静岡県内でねこう誕生できるようなイノベーションを起こせるような地方都市に関してより1年なんて、本当に準備がまだできてないから怖いんですが、
まあ、逃げるわけにもいけませんので、まあ、次の県議会議員選挙にしようかなと思ってますが、まあ、頑張って調整していきますので、よろしくお願いします。お疲れ様でした。All right, guys. Thank you for watching. Stay tuned. See you tomorrow. Yeah, you're right. Bye. じゃあね。